マルカンドレ・アムラン。マルカンドレ・アムラン。マーク。アンドレ・ハミルン。1961年9月5日体。は、フランス系カナダ人のピアニスト。ケベック州モントリオール出身。5歳でピアノを始め、9歳になると、カナダ音楽コンクールの主席を獲得した。父親は、職業は、薬剤師であったが、ピアニストとしてもワンだったようで、まだ幼い息子を。 シャルルバラ・アンタン・アルカンやニコライ・メトネル、カイホスルー・シャプルジ・ソラブジの作品へと導いた。そして、ルドルフ・ガンツの練習法から編み出したという対照的練習法、シンメトリカル・インバージアンをアムランに教えた。これは、レモしくワラを中心として、右手と対照的な音恵を左手に引かせるというもので、アムラン曰く脳と手が直結する練習だという。 イボン・ヌ・ユーベールやハービー・ウィーディーン、ラッセル・シャー・マンダに支持した後、モントリオールのバン・サン・ダンディ音楽院に学び、フィラデルフィアのテンプル大学に進んだ。1985年のカーネギー・ホール国際アメリカ音楽コンクールで優勝。演奏指南なことで、ナウテのレオポルド・ゴドフスキーや、シャルル・バランタン・アルカンのような19世紀の、そしてソフィー・カルメン・ウィック・ハルトイコール・グラマッテやレオ、 オーン・スイン、ニコライ・ロスラベッツ、フレデリック・ジェフスキーなどの20世紀の比較的マイナーな作曲家の再発見に努めてきたことで知られる。かつては現代作曲家の初演を手掛けることもあったが、現在では少なくなった。1989年のゴドフスキー録音、ムジカ・ビバ MVCD1026 により、著名な批評家、ハロルド・ショーンバーグにスーパービルト・オーゾと称されたが、 近年のインタビューでは、そのような称号は忌避しており、作曲家の思想を伝える媒体になることを一番気にかけているという。日本へは、1997年、この時はファンによる自主公演、2000年、2003年、2004年、2005年と2006年に来日している。2001年には、フェルッチョブゾーニのピアノ競争曲、 2004年には、メトネルのピアノ競争曲、第2番の日本初演を行い、好評を博した。苦労の後を見せない、超絶技巧と宣伝された演奏様式によって、国際的に有名で、名声を確立したのは、アルカン、コドフスキー、メトネル、自作のような講義講作品によってである。ただしアムランは、ペトルーシカからの三学賞、ハンガリー教師曲第6番のような、 技巧をひけらかすだけの曲は演奏しないと語っており、あくまで取り上げるのは技巧と内容を兼ね備えた曲だけだと語っている。ハイペリオンレコードに多岐にわたる録音を残しており、コドフスキーのショパンのエチュードによる練習曲全集は2000年度グラム本賞に輝いた。カナダ政府からはカナダ勲章を、そしてケベック州政府からケベック国家勲章を除勲された。 ジュノー賞のクラシカルアルバムオブザイヤー、ソロアチェンバーアンサンブル部門を1996.9798、3年及び8年に受賞。妻のソプラノ歌手、ジョディ・カリン・アップルバウム、ジョディ・カリン・アップルバウムとは、夫婦で共演した CD を出していたが、現在離婚協議中である。アムランは現在、ボストンのラジオ局、WGBH のホストを務めるキャシー・フラとに、 同地に居住している。かつてはメガネをかけていたが、レーシック手術を受けて、以降は外している。アムランは、単調による十二の練習曲など、作曲も手掛けている。作品は、抜粋演奏を、ヒョードル・アミロフが、チャイコフスキーコンクールの予選会で披露したように、作曲者以外によってもしばしば演奏されている。2009年に、全十二曲が完成。 曲集の名は、アルカンの作品39を意識したものであり、本人によると、曲集全体で、アルカンとゴドフスキーへのオマージュとのこと。いずれの曲も大変難易度が高く、演奏指南な作品ばかりである。アムラン自身でさえ、インタビューで、作曲では楽器を使わないため、弾いてみるととても難しいと語っている。当初作曲していた1番、熊鉢の飛行によると11番。 単語は撤回され、現在のものに差し替えられた。2番、5番、6番、8番、11番、12番はアムランの自作曲。なお、全曲に本人の録音が存在し、発売されている。全曲を通しての初演は、2010年8月にドイツのフズム音楽祭で行われた。3曲とも自動演奏ピアノによる CD 録音が、 MDG より発売されている。また、演奏する曲の中で、彼の持ち味である技巧を駆使して、個性的な編曲を入れることがある。その例として、ハンガリー教師曲、第2番に挿入されている彼独自のカデンツァは、比較的よ知られている。カデンツァ自体が3分と長いのは珍しく、国権グリッサンド、強烈な不協和音の連続が特徴的である。 シャルル・バランタン・アルカンの影響が随所に見られ、アルカンの両手ユニソンのための大練習曲作品76から3の引用も登場する。アムランの作品のほとんどはソラブジアーカイブから出版されており、入手可能である。また、練習曲集やパガニーニ変集曲、他はピーターズ社から出版されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。